疲れた。どうでした？生まれなかったら日曜日に入院。あ、日曜日なんだ。決定しました。あ、決定しました。すげえグリグリされたから今日。ああ。いわゆる。降りてきてはいるって言われて、うん、なんか恥骨とか痛くないですかって言われて、この辺痛くないですかって言われて、うん、あんま痛くはないけど結構圧迫感は最近ありますねっていう話をして、うん、結局41週の6日目までには産ませなきゃいけないから、うん、でなると19日までには産まなきゃいけない。で、なんかまあ促進剤打ったりって考えたら、それより少し前の日から入院しなきゃいけないみたいな。けど、なんかまだ例えば明日明後日とかで促進剤を打ったところでなんか繋がるか分かんないから、どうしようかなみたいな感じで先生が言ってて、もしあれだったら明日一回入院して促進剤打って様子見てでもいいしみたいな、うん、それで一回様子見てで最終的に日曜日入院でみたいな形でもいいか、形もありかなみたいな感じで言ってたんだけど、うん、でもそんなことするんだったら普通に自然に来るのを待って来なかったら日曜日入院の方がいいわと思って。なるほどね。って感じ。って感じなんだけど、それ内診されてから結構ずっとお腹が重いなって感じ。なるほどね。疲れちゃった。お疲れ様でした。マジでだから本当にこの倒しすぎたこの週末ぐらい本当に入院する前に自然に陣痛が来てほしい。そうだね。とにかく頑張るよしまる。頑張れよしまる。すごかったよ。なんかその内心そのグリグリされたのはきつかったけど、うん、一生懸命って言いながら、うん、なんかあの先生もなんか助産師さん頑張って頑張ってみたいな感じで生まれるやん。そうだからでもこんなもんじゃないんだろうなと思ってなんか生まれるやん。そうで、それ終わったっけ。すげえさ、吉丸大暴れしてさ、それもうわめっちゃ動いとる刺激されたんだな、びっくりしたよねとかって思いながらそれはびっくりしたね。すごかった。で、子宮口は2センチだって。2センチだって。ちょっとは進展はあったけど、でも今の状況的にその明日たとえ促進剤打ってもすぐには繋がらないかもみたいな雰囲気の言い方ってことじゃん。うん、マジと思ったけど、ちょっと今日の夜とか旬いっぱいある後遺症に。分かった。ちょっと今日明日旬がいるうちに、マジで旬がいるうちに陣痛来てほしい。吉村大きくなってたの？うん、2900ぐらいか。あ、800？ 2800。900ぐらいだったから結構。でも頭も下がってきて一生懸命骨盤に頭はめようとしてるのかもって思って。でもね、なんかへその緒がね首に巻きついてんだって一回。あら、大丈夫なのかねそれって。なんかそれがあの必ずしも危険ってわけではないらしいんだけど、うん、よしまる動くからだよ、右に左に。だって前回の時はこっちに
背中があったのに今こっちでしょ。またそんな動ける空間があるんだね。ね、だからだよ吉丸。はあ。でも今は絡みついてないってこと？今が巻きついてんだって。あ、今巻きついてる。首に一回転。あら。なるほどね。促進剤も怖いし。なんとか自分の力で生まれてくるんだ。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。もう痛みはなんか遠のいてってるな、絶対に。うん、左がちょっと硬いな。左が硬い。うん。痛いな。うん。なんか左が起こってるな、こっちの腰も。本当。お腹も痛くなってきた、一緒に。刺激されてる。何でもいいから痛くなってほしい。痛い。ありがとう。はい。くっそお腹も痛いのが。終わっちまったか。なんか痛くなってもそんなにさっきみたいな痛さじゃなくなってきちゃった。すごい今日超いい。めっちゃ山と感じきれい。わかんない。でもいい天気やね。雨予報だったのに。どうでもいい。めっちゃどうでもいい。何年ぶりだかね、この水族館。何年ぶりだ。いや、そんなことないと思うよ。これ、ここで来てからのものだと思うけど。次じゃん。あ、なんかやってるよ。なんかやってるね。なんかやってるのかな。ほら、違うでしょ。なわけ。完全に館内アナウンサー。違うな。鳴き声？鳴き声。こんな鳴き声ある？すごい安っちいバイクみたいな。すごいいい天気や。一緒なんですよ。地元の夏を思い出して、海のさイラ草をリボンを巻きつけ踊る。ちょっと難しい。折れ曲がった手がいろんなところへしがみつく。ちょっと色は違えど私とあなたは同じ。ちょっと急に大きくなっても私は人のお腹の中。でもダメだよそれ。だってさ、出てこないってことだもん。大きくなっても私は人のお腹の中。いいでしょ。ちょっと出てこなきゃ困るんですけど。それいいよ。書かれたカードことをヒントに展示されたクラゲを見つけよう。これすぐ見つけられそうだけどね。やめろ。何それ。あ、それをここにつけてるの。あ、そういうこと。すごいね。に認定証とかあるよ、ね、恋人の聖地認定証。本当だ。へえ、考えたね。ね、考えたね。だってそうでしょ。うん、いそうだもんね。いそうだよね。これえ、違うでしょ。違うかね、同じみたいな。でもちょっと違うもんね、このシャラジャラみたいなのないもんね。なんか違うね。こっちの方が近いけど。わからん、ね、難しいの撮ったね。違うか、こんなんじゃないか。でも、ぽくない？ぽいか、うん、なんかわかんない、正解は。いっぱいいるな、本当に。さすがクラゲドリーム館。タコみたい。本日は、加茂水族館にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。なんか始まるかな。館内におきましては、他のお客様と間隔を空けてお考えください。なんかちっちゃくなってる。
このさ、クラゲさんの音さ、でっけえクラゲいっぱいいなかった。こんな細かかった。動画なんだけどどうしよう。全然溶け込んでない。闇に溶け込んでない。もうちょっとこっち寄ってみたいな。あ、そう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 。あ、いいんじゃない。そうだね。だから雨が降るんで。近い近い近い。